エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーです。家で使ってたインターネットなんですけど、今まで使ってたのがこちらのクラウドエア Wi-Fi、 それが大事 Wi-Fi っていうところで扱ってた商品なんですけど、こちらを2年契約で1年半ほど使いまして辞めました。契約した当初はですね、外でも使うこともあったので便利だなと思って使ってたんですけど、最近特に調子が悪くて電波が切れることも多くなったし、速度が安定しなくなってきましたね。あと少ししたら2年経つから、それで解約して他のにしようと思ってたんですけど、ちょっと我慢できない状態になりましたので、思い切ってもうやめて光回線に変えることにしました。で、今回変えた光回線なんですけど、 YouTube とかやってる時に広告にあった光回線にしました。 GMO 光アクセスっていうのに変えたんですよ。そちらがですね、 YouTube の方でも結構もう前からいろんな人が動画を上げてたやつで、参考として見たんですけど、そんな悪いことも言われてなかったので契約することにしたんですね。他のところにあるようなキャッシュバックとかはないんですけど、それまで使っていたそれが大事 Wi-Fi の料金とほぼ一緒なんですよ。同じ値段で光回線なら全然こっちだなと思いまして契約することにしました。本当はですね、これにあと Wi-Fi ルーターが届くんですけど、まだ来てません。なので先にこちらの方を見ていきたいと思います。エルちゃん、これですね、実は以前光回線はドコモのやつで使ってたんですよね。ちょっと新しくなってるのかな。で、電源ですね。エルちゃん、さあそれではですね、つなげていきたいんですけど、エアコンが角のとこにあるんですけど、それの下ぐらいに光コンセントがありますので、角のあたりに機械を設置しようかなと思ってます。ただですね、部屋がすっごい散らかってるので部屋を片付けたいと思います。もうこれ見せれない状態なんで、それから接続に行きたいと思います。ということで、片付けからですね数日が経ちましたある程度の形はその日のうちにできたんですけど、家具を動かしたりしたんで掃除をする羽目になりまして、なかなか今まで動かさなかったんで数年分の汚れが出てしまいまして、まあ、それをやってたら数日経ってしまいました。それでは早速見てみてください。こんな感じになりました。今ちょうどですね動画が流れてるんですけど、そうですね、もともとテレビプレステ4とかは違う場所にあったんですけど、こっちに持ってきました。今までしてなかったプレステ4を届いた機械に有線で接続しまして、今オンラインゲームが快適中でございます。見たことある機械ばっかりなのでなんていうことはないんですけど、いやー速度がなかなかすごいです。有線にしているのはプレステ4だけで、スマホやパソコンは無線でつないでるんですけど、パソコンでネットの速度を調べたらですね、まあすごいですね。今画面に出てるんじゃないかなと思うんですけど、朝昼晩ですかね、で測ってます。で、使ったサイトが民速ってところなんですけど、全国の人たちが光回線だったりモバイル Wi-Fi の情報を上げているところで、そこで自分も速度を測ってみました。もうびっくりですね、この速度は
今までイライラしてたのが何だったんだろうかって思うほど快適です。Lちゃん、最初の方にも言ったんですけど、値段も同じぐらいなので、速度、値段、もう満足ですいや、早くするべきだったんですけど、今まで契約していたそれが大事 Wi-Fi のクラウドエア Wi-Fi なんですけど、やめるにあたって毎月の料金ですよね、それと違約金、そして残っている本体代の請求があるんで、まあ、この分がやっぱりですね、2年縛りだと決まった月じゃないと違約金と本体代がどうしても出ちゃうんですよね。だから本当はこれをゼロにして毎月の料金だけで乗り換えたかったんですけど、思い切ってして正解だったかなと思ってます。まだ数日しか使ってないんですけど、悪いことってあるのかな、どうかなって感じですね。別に進めるわけじゃないんですけど、光回線に変えれる条件が揃っているんだったら変えた方がいいかと思います。だって絶対いいもん、こっちがということで、今回の動画はここまでです。次回も見てください。俺にかかってこい。